法輪道書店、高田の馬場店、臨時公開講座受付中、鈴木喜一郎作家日記。今日のテーマは、趣味で小説を書くときの筆力の上げ方問題。今日はマシュマロに寄せられた質問です。鈴木先生、鈴木貴一郎先生、こんにちは。はい、こんにちは。 私は現在、趣味で小説を書いておりふんふん、投稿サイトに掲載をしています。ほうほう。サイト内のコンテストに参加したりはしていますが、ん新人賞の応募には参加していません。ほう。現状では、趣味の範囲で筆力を上げたいと考えています。はいはい。そこで質問です。どんなことでしょうか。筆力を上げる際に、 世界観が同じ一本の作品を長々と書き続けるのと、ジャンルも文体も違う短い作品を何本も書くのとでは、筆力アップのレベルは変わってくるのでしょうかご返答よろしくお願いします。うん。<laughs> まあ、そうだね。えっと こう、よく常々話をしてるんだけども、趣味で書く小説の書き方と、プロの、プロでやっていくためのいや小説の書き方の方法ってね、結構違うので、ええー、と、まあ、まず大前提として、ええー、と、こう、この質問者さんが、もう、趣味で書くよっていう、うん、 そのつもりでね、やってるっていう、その前提でいきます。うんと、趣味で小説を書く場合に、一番最も重要なのっていうのは、趣味で書く場合の作品の基準というのは、自分が満足できるかどうかっていうのが趣味で書く場合の基準です。んで、まあ、それでいくと、もうん、<laughs> 質問者さんは、 その世界観が同じ一本の作品を書くのと、短い作品を何本も口がものっていうの、うん、質問者さんは自分が書いててどちらが楽しいで、ね、自分がやってて楽しいって思う方が正解です。えー、っと、こう、 趣味で書く場合っていうのは、自分の評価を第一にするということで、ねえ、ここら辺ね、その、なんていうのかな、絵画や音楽とよりも小説の方がもっと自由度は高いです。んで、音楽の場合だと、音が外れたりすると途端にこう不協和音とか出てて、はあとかっていうことなんだけども、小説は、 その神経学習説っと割とそういうのが出にくいのであ、まあ楽しければ大体いいよねっていう、うん、そういうことです。だからまあこ正解はどちらでもいいよっていうことです。ええー。ちなみにプロの場合だと多分このひ、あのー、言ってる出力っていうのは、うん、そうだな。 多分、うん、隙間時間に小説っぽいものを書いて楽しんで、ま、らしい形になればいいかなっていう、そういう意味合いのものだと思います。こう、まあ、例えば我々が、その、絵を描いたりい、歌ったりするようなもので、別にそれでプロになろうとも思わないし、まあ、別に人に見せるものでもなし。 そう、きっちりデッサンやったりとかするわけでもなく、うん、その、一応歌うときも交流文言とかさ、和音の勉強したりだとかさ、まあそれなりに練習はするけど、まあ、プロほど、まあ練習するわけでもないし、ええ、で、まあ歌って気持ち良ければ OK だよね、とかっていうのが趣味でやること。で、 小説の場合だと、まあ、その話だけの話に <laughs> 繰り返しになっちゃうけど、えっと、逆の言い方をすると、趣味でやるっていうのはどういうことかというと、まあ、あの、うん、そこそこのことをやって、なんとなくそれっぽいものが楽しめて、で、自分の生活が豊かになれば OK かなっていう。あ目的はそっちだからね。うん、だからまあ、 の方法論としては、プロとしてを目指すのとは、まあ、まるで違うよね、っていうことはあります。ええー。だから、まあ、質問者さんが、趣味でやってこう、趣味で小説書くよって言うんだったら、本当に、その、自分が楽しく、あなたはどっちが楽しいねねそういうふうにやっていくのって大事です。んで、 あのプロ、プロを目指す場合だと、筆力をつけるのにはどうしたらいいかっていうと、まあこういう、あの、いわゆるそこそこの技術でそれなりに形をするっていうのは、ような、そういう技術ってのは、これ、後回しにします。えっ、ー、と、うちの受講生話に話をするときには、もうそれ、そういう作業っていうのは、 プロになってからやりゃいいので、デビューしてからやればいいので、そこそこの情熱でそれらしいものを書く力っていうのは、それはね、デビューしてからやればいい。まず最初に、あの、一番プロになっていく、プロの小説家でやっていくために、一番必要なものっていうのは、まず日本語のチェックは、これはもう最低,最低限、これはあ必要だけども、やはりね、プロでやっていくためには、 十分な入力、それからたっぷりな情熱ね。私はこれが書きたくてしょうがないんだっていうものの、その情熱を作っておくっていうことが大事です。えー、情熱と体力っていうのがね。で、それからあとは基礎知識。えー、こう一般的な知識。登場人物の,あの、登場人物は何でもそうだけども、一般的な知識、それからあなたにしか書けない専門知識。 えー、あなたの得意なものはない何得意分野は何なければそれを作っていこう。2代、えー、10代、20代だったら得意分野ってないから、じゃあ、専門知識作ろうね。で、40代、50代だと、その年になって振り返ってみよう。あなたの得意なものは何っていう、あなたにしか書けないものは何だろうかっていうことを、まあ、まあ、確認しましょうっていうことを言います。 んで、まあ、そういう情熱がとりあえず書けるようになって、思いっきりこうぶつけられるようになったら、まあ、あとはそれを整理するだけなので、えー、で、まあ、そのぐらいに情熱や、そう、情熱、情熱や感動の、十分余裕を持った、情熱や余裕を持った、その、感動っていうのを持っていないと、 プロになってからでは枯渇するからね。だん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 そういうものがなくなってきたときに、あとは技術でカバーするっていう形になってくんだけど、最初から、あ、大してありもしない、えー、情熱で、えー、技術でカバーするっていうのは、それは続かないからさ。っていうことは、まあ、うちの生徒にはいます。 で、あと、質問者さんに一応これ注意をしておきますが、今のところっていうふうにちょっと、うん、現状では趣味の範囲でっていうふうに書いてあるんだけど、えっ、ー、と、一応流れ的に言っておくと、趣味で書いてからそこそこいけると思ってからプロを目指すっていうやり方は必ず失敗するので注意はしてください。あの、もう、これ、 いろんな生徒を見てきて、まあ、これはもう、もう痛感してることですが、要するにね、あの、そこそこ書けてしまうと、そこそこ原稿を埋められる病っていうのにかかるんですよ。つまり、こういう、あの、趣味でそこそこ書けるようになってしまうと、うん、その、 取材もせず、大したテーマもなく、これといった情熱もなく、そして登場人物の人物同期をしなくても、枚数が埋められてしまうっていうふうになるのよ。なれるとでそ。で、そのことやってしまうと、こう、じゃあ本腰入れてプロになりましょうやって言っても伸びないんだよ。こう、要するにね、こう、取材だとかさ、 こうテーマをかっちり固めようとか、履歴書を作って登場人物を固めようとか、うん、で、あなたの持ってる情熱って何とかっていうような、そういう地道な努力をしなくても、なんでそんなことしなきゃいけないのそれしなくても、ちゃんと埋まってるじゃないっていうふうに。 ちゃんと埋まってるじゃんって思うと、そうすると、直さない。それからと、まあ、そういう形で万年寄せ落ちをし続けるんだよね。で、しかもこの、おもっと始末に終えるのが、万年寄せ落ちならまだ、あ、これではいかんと思って思うんだろうけど、 時々予選通るんだよね。なぜかというと、骨組みができてるので、ストーリーを、そこそこストーリーはできるので、んで、こう、読む側がさ、これ、どっこも悪いとこないんだけども、さ、こう、何も迫ってくるものないよね、とか、どっこも欠点はないんだけど、つまんないよね、とかっていうような時、時には、予選は通すんだよね。うん、悪いとこないから。 うん、うん。だけど、これ、その、ほら、書いてる人も、ストーリー以外の部分をこう、細かく精査するスキルが育たないんだよ。地道な努力をしてないので、だから、登場人物がこれが足らない、不足してるのか、それとも、取材が足らないのか、っていうことがさ、 そこ、その、精査することができない。精査するとはどういうことかというと、そこそこ予選を通ったり落ちたり通ったり落ちたりしている自分と、受賞作、受賞した作品と、いや、俺そんなに変わってないよね。そんなに大きな違いはないよね。っていうふうに思っちゃうんだよ。えー、で、実力の差がわかんないので、そのままどつぼっていって、結局、 進まないっていう,あそうん、そういう例、とってもよくあります。えー、あの、小説に関して言うと、趣味の延長線上にプロがあるわけではないんですよ。だから、そこら辺のところは、まあ、よく、踏まえてくださいな。えー まあ、本腰入れてプロとやってみる。でもやってみるけど、まあ、これプロなのって意外と手間かかるよね。こんなめんどくさいものをやってると、仕事の、こっちは仕事があるんだし、ものになるのかならないのかわかんないもののために、こんな手間暇かけてらんないよっていうのは、それはあるので、だからまあ先にとりあえずプロを目指してみる。で、何本か書いてみて、で、1本か2本、上編書いてみれば、 それで勝手がわかるので、ああまあいいや、これでやめようっていう風でもいい。あの、小説投稿サイトっていうのは元を正すと、元を正すと趣味で、趣味で小説を書いて、でそれをお互いに読みっこして、小説家気分をたあの味わって楽しもうやっていう、元を正すとそういうノリからスタートしたものです。 うんで、それ自体は、あのー、別に、あのー、悪くないというか、いやいや、そうやってやってるとさ、こう、書いてる側がどこを工夫してるのかって、なんとなく見えるようになってくるので、そうすると読書の,たのし楽しみがふあの増えるからさ。うんで、こう、 あと二次創作とかっていう形にするとそのいちいちめ面倒くさい登場人物をオリジナルを作ったりだとか取材だとかっていちいちやらなくてもキャラクターが出来上がって設定が出来上がってるとさ大体いいそれだとストーリーできてくるのでそうするとそんなに手間かけなくてもそのストーリーが出来上がって楽しいよねとかっていうその小説投稿サイトってまあなろう まあも有名なのはなろうだけど、あの、なろうってもともと小説家になろうっていうさ、その、タイトルが示す通り、もともとのコンセプトはそうやってみんなで楽しもうやっていう趣味で小説書こうねっていう、そういうものなので、だから、ああ、そこら辺のその原点を間違えないようにしてくださいな、ということは思います。 で、まあ、ああの、こう、僕は趣味で小説を書いたことがないので、ここら辺のところはあまり詳しいことっていうのは、まあ、あはっきり言ってわかんないといえばわかんないんだけど、まあ、とにかく、その、こう、そこら辺のところを間違えなければ、あ小説というのは非常にフリーハンドの部分が大きいので、えー ちょっと面暗らでしょうけど、ま、楽しんでくださいっていうことはある。うん、やっぱね、えー、そうね、こう、夢中になって書いてるのが楽しいっていうことを消すっていうのはあるし、あと、書くことによって癒し、心の平安を、その、お 求めるというかさ、書くことによって心が癒されるってことあるからねへ。2022年5月14日、法輪道書店高田の馬場店で鈴木貴一郎小説講座臨時公開講座をします。ゲストは長谷月元屋さん。参加申し込みは法輪道書店イベントで検索をかけるか、 概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらからアクセスしてくださいこの番組ではポッドキャストへのお題皆様からのお便りご質問を募集していますマシュマロという特命ボックスを用意しました概要欄からアクセスしてください鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集していますリモート対応で世界中どこにいても受講できます 江戸川乱歩賞や横溝製賞オーリオンの新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています受講申し込みは概要欄からアクセスしてくださいこの番組は YouTube をキーステッションにサウンドクラウド Apple Podcast Google Podcast Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています というところで今日の鈴木喜一郎作家日記、そんなところで、ではではでは、失礼します。